XR 会議2023にご参加いただきありがとうございます。 XR 会議2023はプラチナスポンサー、ギークアウト、ナイアンティック、NTT コノキュー、パナソニック、シフトール、シンク&センス、他スポンサー各社の協賛で開催いたします。セッション開始まで今しばらくお待ちください。まもなく次のセッションが始まります。コメントは配信画面右のコメント欄からお寄せください。またスクリーンショットや SNS の投稿に関してはサイト上部の記載をご確認ください。時間となりましたのでセッションを始めます。コメントは配信画面右のコメント欄からお寄せください。またスクリーンショットや SNS への投稿に関してはサイト上部の記載をご確認ください。それではどうぞ。はい、それではアスターの方から NARF3DGS による新しい見せ方の追求というテーマでお話しさせていただきます。よろしくお願いします。まずはじめに自己紹介の方をさせてください。僕は愛知県にある名城大学というところで MR× ロボットの研究を行っているアスターと言います。趣味はナーフ旅です。僕の野望として現実空間と仮想空間のインタラクションによる誰もが魅了される作品を作りたいと思い日々活動の方を行っています。はい、今日の目次としてはこのようになります。それではまずこちらの映像をご覧ください。はい、この映像は和歌山にあるポルトヨーロッパという場所で撮影させていただいた映像になります。はい、この映像実は右のような iPhone の動画を元にされた 3D シーンを使ってレンダリングされた映像になります。といった感じで 3D シーンを作成して後から人が見せたい映像を作れるのが NARF というものになります。ざっくり NARF とは、複数の画像とから、そのシーンを3次元形状を復元して新しい視点からの画像を生成する技術というふうになります。この新しい視点からの、画像を生成するまでの流れとしては、複数の視点から画像を撮ります。そこから画像データからその画像をどの位置方向から撮られたかを推定します。そして NARF をかけて新しい視点からの画像を生成するというような流れになります。そのため NARF の入力として位置方向を使用していますが、位置方向に関しては NARF ではないというところが1個注意点になります。
まあ、ナフっていうところはやっぱり、入力として一方向部に、入力としているため、一つのカメラが間違った位置にあったりすると、すべてのレンダリングが失敗してしまうという時があります。そのため、カメラの位置と向きっていうのがどのように計算されているのかっていうところも理解しておくことで、どういうふうな画像が必要になるのかが分かるため非常に重要になります。この位置方向の推定に関しては、複数の画像を入力として被写体の座標情報やカメラの撮影情報を推定するツールであるコールマップというのが、広く使われています。このコールマップの、心臓部分というのは、特徴検出アルゴリズムのシフトが、使われています。そのため、対照的な境界線、角または先端を持つ、画像が必要となります。よく、まあ、空の雲だったり白い壁だったり光沢のある反射素材だったりといったようなパズルを思い浮かべていただけると分かりやすいんですけど、まあ、いう、空だったりとかっていうところに関しては、こう難しいっていうのがパズルであったりすると思うんですけど、ああいうふうに位置推定っていうところも難しいっていうのがあります。そのため、入力画像の注意点としては、視差を意識したりとか遠近感をつけたりとか撮影枚数を多くしたりだったりとかっていうところが重要になります。ナーフの流れとして、この5つになります。コールマップによって、カメラ座標を、取得します。そのカメラ座標とそれに伴う視線方向ニューラルネットワークへの入力として、色と体積密度の情報を推定します。そこから、ボリュームレンダリング技術を使って、2D 画像に変換する。で、変換した 2D 画像と正解画像との二乗誤差を求めます。で、最終的に誤差逆伝播法を用いてニューラルネットワークの重みを更新するといったような流れをこう繰り返しているっていうふうなのが NAF になりますと。じゃあまず NAF がどういうふうに動いているのかっていうところをお話ししていきます。まず NAF の目標として与えられた画像集合からこのモデル F シータというところを構築するっていうのが NAF の目標になります。じゃあ実際にどういうふうなことをやっているのかというと、この青丸の視点からですね、見たときに赤丸の位置の色っていうのが何色なのかっていうところを問いかけます。そこに関してニューラルネットワークを用いて色を推定します。で、70% でオレンジかな、みたいな感じで、この先ほどの流れっていうところを入力画像の例方向の全、座標、全ピクセルに対して行います。で、最終的に、推定した色と密度の情報を使ってボリュームレンダリングを行って画像を生成するというふうな感じになります。で、このボリュームレンダリングっていうのが何なのかっていうと、ある視点、この O ですね、にカメラがあるときに、そのカメラによって撮影される画像のピクセルの値っていうのは、この光線方向に対しての色と密度を、足し合わせることで決まるというふうになっています。そのため、カメラの座標から遠い色のところですね、に関しても計算しているからこそ、反射する物体だったりとか、半透明な物体だったりとかっていうところも表現することができます。右下の、動画のように、この鏡だったりとかっていうような、表現っていうのが可能になります。ただ、NAF でそこはできるというふうに言いつつも、このコールマップのところですね、最初、説明させていただいたように、こういうのは反射するものだったりとかが不得意っていうところがあったりするので、撮影っていうところが結構重要になってきたりっていうのがありますと。はい。で、最終的なニューラルネットワークの更新っていうところは、変換した 2D 画像と正解データ、画像との二乗誤差を求めます。その後に誤差逆伝播法を用いてニューラルネットワークの重みを更新するといったふうな流れで更新していきますという感じで、1から5番っていうところをこうやっているというのが NAF になりますというふうで、この NAF っていうのを使って僕自身は、まあ、京都、和歌山、愛知だったりといったところに、NAF 旅を行ったりしています。という感じで、僕自身ですね、NAF っていうところはこの2022年9月にインスタント NGP が発表された
時かに、やり始めました。そこから10月にルマ AI が、リリースされたりだったりとか、アーティスティックラジアンスフィールドだったりとかっていう風ないろいろなナーフっていうのがここら辺の2022年から2023年の最初ら辺にどん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 出てきました。その時にこういろいろとやっていく中で、バズったりとかしつつ、2023年の5月以降は PR 動画作成したりとか、検証業務だったり、MV 制作だったりとかっていうような、ことを行ってきました。はい、という感じで、僕自身は NARF っていうところを結構挑戦しているんですけど、僕がいつも使っている機材、アプリ、オープンソースっていうところは、このカメラ、ソニーの α7R2 だったりとか、ジンバル、DJI の RS2 Pro だったりとかっていうのをよく使っています。で、アプリに関しては、ルマ AI、NARF Studio、で、最近は、オリジナルガンシャンスプラッティングだったりとか、アキア総研の、総研 VR ラボさんの、ガウシアンプラグイン、だったりとかっていうところをよく使っています。また、パパッとその撮影したいときっていうときは DJI のオスモモバイル6、6と、iPhone 13 mini をよく使ったりしています。で、ルマ AI に関してをお話しさせていただきます。ルマ AI っていうのは、スマホ一つで高精度な 3D シーンの作成と出力ができる 3D キャプチャーツールになります。ナーフっていうところを使って行うことによって、反射だったりとか、写実的な陰影表現だったりとか、光の表現だったりとか、っていうのが、可能になっているのが特徴的になります。こちらは iPhone の、アプリっていうのも存在してるんですけど、ウェブブラウザ版もありますので、Android の人だったりとか、でも、できるっていうふうな形になっています。で、僕自身このルマ AI を使ったナーフ作品というのはこれまで200本以上、作成してきました。まあこんな感じで、僕自身は結構人プラス遠景っていうところを重きを置いて撮影の方をしたりとかしています。またルマ AI 以外っていうところでもナーフスタジオだったりインスタントの GP だったりとかっていうような、いろいろなナーフ 3DGS を使ったりしています。まあ、ナフスタジオって何なのかっていうところは、2022年の10月ですね、カリフォルニア大学のバークレー校が開発したオープンソースで、ナフの学習だったりレンダリングっていうのが簡単に行うことができ、また様々なナフっていうのが、簡単に扱うことができる、オープンソースになっています。また、最近話題のガウシアンスプラッティングっていうところに関しても、日々触っています。こんな感じで、ナフで撮ったもの、だったりも、使ってみたりとか検証してみたりとか、行ったりしています。また秋葉総研 VR ラボさんのガーシアンプラグインというところで、実際にアンリアルエンジンの方で、ガーシアンスプラッティングを、使ったりしています。こちらに関しては VR での表現だ表示だったりとか有平面での移行が可能だったりとかというふうな感じになります。実際にこういうふうにですね、三人称視点のものを作ったりとか、三人称視点で、ゲームと組み合わせたりだったりとか、実際に VR の視点だったりとかで見たりとかっていうふうで、最近は、UE×ガウシアンスプラッティングっていうところも挑戦したりしています。また、Unity っていうところでも 3DGS のプラグインっていうのが、出ています。まあ、こんな感じで、Unity で、カメラワーク決めて撮影、カメラワーク決めてレンダリングしたりとか、っていう風でやったりしています。で、この Unity での動かし方っていうのは、記事として僕自身書いているので、こちらを、見ていただけたら、すぐ使えるようになっているので、よかったら見てください。このバラの庭園のところの、学習済みのシーンっていうのも入っているので、すぐ使えるような感じです。っていう感じで、様々なナーフ 3DGS を使って新しい見せ方っていうのをこれまで、追求をしてきました。っていう感じで、僕自身が、映像を作る上で意識していることとしては、やっぱりドローンだったりとか、人だったりでの撮影では難しかったりとか、ナーフの 3DCG っぽい、映像を
して使ったりとか、あえて使ったりとか、撮影場所の雰囲気に合うカメラワークなのかどうかだったりとかっていうところを主に、意識して映像を作っています。じゃあここからナーフの撮影方法というところをお話しさせていただきます。ナーフの撮影方法として2つあります。1つがビデオとして撮る場合、もう1つが複数の写真として撮る場合っていうのがあります。で、僕自身のこの使い分けとしては、やっぱり素早くこう撮影したい場合とかっていうのはビデオで撮る。で、人が多い場所に関しては人がいなくなったら写真で撮ってっていう風な、で、人がいたら撮らないっていう風な感じで、繰り返して撮っていくっていう風な分け方を行ったりしています。で、何を撮る上でも注意するべき点として僕がいつも注意しているのがこの7つになります。まあ、静止体であることだったりとか、露出が一定である場合とか、様々な角度、視点から撮るとかっていうようなところですね。っていうのが重要になります。で、まず撮る前に考えていることとしては、天気どうなってるのかなっていうところがまず一個あります。で、僕らの、ナーフやってる人たちっていう時は、曇天の場合、いい天気って言いながら、露出が一定なのでいい天気とかって言ったりしています。あとは、特徴点が多いかどうかっていうふうで、右上の、動画のように特徴点が多いかどうかだったりとか、スキャンしやすいかだったりとかっていうところが結構考えています。なんでその露出が一定にしないとうまくいかないか、露出一定の方がいいのかっていうと、こういうふうにですね、この建物、奥の建物を見ていただけたらわかるんですけど、光の当たり方っていうのが違いますよね。まあ、この場合は広い場所だったっていうところもあるんですけど、こういうふうにですね、やっぱり露出が一定ではないと、こう建物自体が発端してしまうとかっていう場合があったりします。また手の影っていうところも注意しないといけない点になります。今のこの見ている視点に関しては影が映らないような感じで撮れてるからいいんですけど、こうこっちに回った場合ですね、っていう時にこう覆いかぶさるような感じで、取ってしまうと、うまく、食べ物自体が取れないっていう時があったりします。なので手の影だったりとかっていうところも結構重要になってきますと。っていう感じで、まあ条件的にも、取れそうだし取るかって言って取り始めるのは NG です。まずはその足運びと言われる、どういうふうな、撮影、どういうふうに、移動していくか、カメラをどういうふうな、どういうふうに撮っていくのかっていうところを考えないといけないっていうのがあります。なんで考えるのかっていうと、時間配分っていうところで、まあ、ルマ AI の場合は 4K60fps だと10分以内だったりとか、写真枚数が多ければ多いほどやっぱり学習時間が長くなったりとか、メモリのエラーが起きたりとかっていうところがあるので、時間配分っていうのが結構重要になってきます。あとは物理的に撮影ができない場所がないかどうかっていうところ、撮影禁止エリアだったりとかっていう時があったりとかってなると、こういきなり撮影し始めて、わ、ここ通れないやんってなったりすると、うまく撮れないっていうのがあったりとか、あとは視点が足りない部分がないかっていうところで、こういろんな方向から撮っているんですけど、あそこから撮ってないやとかってなってしまうと、そこが破綻してしまうとかっていう時があるので、まず足運びを考えるっていうのが重要になります。で、一個、NG の時っていうのが、こういうふうに、広すぎる。で、どういうふうに、カメラは、どういうふうに足運びすればいいのかっていうところを、まず何も考えずに撮った場合、こういうふうにですね、もう全くわかんない破綻した映像になったりとかっていうのがあるので、まずはどういうふうに動くのかっていうのは重要になりますと。また、モーションブラーを意識するっていうところで、こういうふうにですね、こうカメラをこう移動させるときに、こう今わかりましたかね、こう向きを変えるときにパパって変えてしまう。と右の画像のような感じで、ブレている画像が、使われてしまうと、うまく結構きれいな、品質のいいものができないとかっていうのがあったりします。
なので iPhone だった場合に関しては 4K60fps で撮ったりとか、普段歩く時の半分以下のスピードを意識したりとか、あと一番はカメラの向きをこう変える時っていう時に移動しながらゆっくりカメラの向きを変えるっていうところが重要になってきますっていう感じで、まあ撮り方に関してお話しさせていただいたんですけど、僕がこれまで作ってきた映像っていうところを、お見せしたいなというふうに思います。まず1個目が岩研ラボのナーフ開発合宿にて映像を制作したものになります。はい、これに関しては、NARF3DGS を、だけを使った映像になります。はい、っていう感じで、映像としてあるんですけど、後で。こちらの僕のツイッターの方で上げられてはいるので、よかったら見ていただけたらなというふうに思います。まあその中での僕のこの映像の中での推しナーフとして、鏡、この反射の世界からこうグーって引いてきて、現実に戻るといったようなナーフならではの、表現っていうところがあるので、ぜひよかったら見ていただけたらなというふうに思います。次はですね、名城大学の学祭にて、映像の展示として、こういうふうに、学生生活が色づく様っていうのを表現した、映像とかも作ったりしています。こちらに関しても、ツイッターの方で、映像として上げているので、もしよかったら見ていただけたらなというふうに思います。はい。次がですね、株式会社ビッグホリデー様とのコラボによって、観光地の紹介旅コラムっていうのを、公開したりしました。まあ、右のような、ナーフ映像というところを、作成させていただきました。はい。次がですね、スヌーピーミュージアム様の、PR 動画の作成として、インスタグラムの方で映像の方を、使っていただきました。こういうふうに、動画と動画の合間の転換っていうところをスヌーピーで使うだったりとか、いかにこの可愛さ、スヌーピーの可愛さだったりポップさっていうところを表現でき、どういうふうに表現するのかっていうところを意識した映像になります。はい。次がですね、ハックバーの、神戸にあるハックバーというところ。の PR 動画の作成というところも行わせていただきました。こちらは、かっこよく、どういうふうなこのバーのかっこよさ、バーの空間のかっこよさを出すのかっていうところで、こう、ゆっくりなカメラ枠を使ったりとか、っていうふうな形で作成させていただきました。はい、次がですね、杉浦佳穂さんの、セカンドシングル、弓込佳穂の MV 制作にも参加させていただきました。このようにですね、3つ、映像の方を、作成させていただきました。映像としてもめちゃめちゃかっこよく、できていますし、音楽としてもめちゃめちゃ僕自身好きな音楽になるので、もしよかったら、見ていただけたらなっていうふうに思っています。はい。という感じで、NARF3DGS による、ここからは新しい見せ方というところをお話しさせていただきます。まず、はじめに、撮影の仕方というところをお話しさせていただきます。はい、まずはですね、カメラワークを事前に決めるというところになります。右のようなですね、レンダリング結果のような、こう人の周りをこうぐるっと回るような、映像が欲しい場合に関しては、左の元動画のように、こう人の周りをこうぐるっと一周回るだけの、動画っていうのを、使っています。なんでこれ一周だけなのかっていうと、こう人の顔だったりとかって、まあ、人自身を撮る場合は、こう何分も3分、5分とかっていう風な長い時間撮ってると、どうしてもちょっとだけでもこう動いてしまうっていうのがあったりします。そうなってしまうと、顔周りにノイズがかかってしまったりとかっていう風な感じで、高品質なものっていうのができないっていう時があります。そのため、こう一周、この胸より上しか使わない場合
で一周こう畝から上だけしか使わないこう一周ぐるっと回った映像の場合は、元動画としてはもう本当に一周回るだけでいいとかっていうことになります。そうすることによって、高品質な、レンダリキックができるというような形になります。はい、もう一つですね、カメラワークを事前に決める時が、時の例としてこのようにですね、街並みをこう一方向こうぐーっとまっすぐ進むような場合ですねに関しては、元動画としても本当に見せたい、一方向の 方にこう進むだけの、元動画っていうのを使って行っています。これが一個 NARF とか 3DGS の、強みなのかなっていうふうに思っている場面ではあります。何かっていう と、フォトグラメトリーとかっていう風な場合はこう、この建物だったりとかっていう風な時にこういろんな視点から撮ってってことを行わないと穴が開いたりとか破綻してしまったりっていうのがあったりするんですけど、NARF の場合はこう自由視点画像っていうのをこう生成していくって感じになってくるので、元動画に近い、場所からの視点っていうのは破綻してないものができたりっていうのがあるので、こういうふうにカメラワークを事前に決めるっていうところは、することが多いです。はい、次がですね、この被写体に対して、片方向のみでしか撮影を行わない方法っていうのをやったりしています。このレンダリング結果のように、最初はこう綺麗なんですけど、途中からこう神秘的な感じでノイズが、映ってという風な感じの、映像になります。これに関しては本当に、こういう風に片方面だけからこう撮ってってことを行うことによって、あえてノイズを使った映像を作るっていうことが可能になります。次がですね、鏡っていうところになります。この鏡っていうところはこの撮影者がこう鏡に映らないようにこう上下で撮っていく感じで、撮影の方を行うことによって、この動画のようにですね、こう鏡に入り込んだような形で、撮ることができたりというふうな感じになります。はい、次はですね、反射というところになります。撮影者はですね、この右上の、画像のところにある、青色の矢印の方向に進んでいって、緑色の方向にカメラの向きで撮影しています。まあ、右のこの動画のような感じですね。で、なんでこの方向のみでしか撮影していないのかっていうと、これ静態した方向だったりとかっていう風で撮ってしまうと、撮影者がこう映ってしまうっていうのが、映ってしまうと、やっぱりそれがノイズになったりっていう風な感じになりますし、映像として、最終的にですね、出したい時にこう、斜め方向からしか、撮らなくていいっていうのがあったりしていたため、片方向のこの斜め方向からしか撮ってないっていうのがあります。まあそういう風に撮ることによって、こう、最初反射のこう世界からぐーっと引いてきて、現実世界に戻ってくるといったような表現が可能になるって形です。はい、次はですね、影分身についてになります。こんな感じですね、同じ空間に、同じ人が、出てくるような、映像になります。こんな感じですね、右側の、人が映るだけど、左側の、映る人が映る場所っていうのが映らないように、撮影の方を行っていきます。左側も同様に、撮影の方を行っていきます。この時に、まあ、2回撮影を行って、フレームごとに、切ってその2つの動画を組み合わせて、レンダリング、アップロードしてっていう形でやっています。はい、という感じで、撮影のところをお話しさせていただきました。次がですね、カメラワーク編っていうところになります。このカメラワークっていうところは、今回はルマン AI を使って、やっていきます。まず、ルマン AI のカスタムパスの使い方として、カメラの設定だったりとか、カメラの位置の秒数の設定だったりとか、映像をレンダリングする場所だったりとかがあったりします。ルマン AI のこの、まあ、レンダリングっていうところ、カスタムパスっていうところは本当に初心者でも本当に直感的に使いやすいっていうところがあるので、最初やる場合は一番おすすめだなっていうふうに思っています。ということで、カスタムパスっていうところのまずはですね、透明の設定っていうところがあります。はい、こんな感じですね。
パッパッパって止まっていくような映像っていうのが、1個目ありますと。こちらの設定の方法はですね、このような動画のようにまず、視点の方を追加していきます。で、左側のスムースレスっていうところをこう変更していきます。で、また視点を追加してっていう形でやっていきます。で、スムースレス変えてっていう感じでやることによって、こうパッパッパッて、止めるっていう風な感じのことができるって感じですね。はい、次がですね、ドリーズームの設定っていうところになります。はい、ドリーズームっていうのはこう対象がこう動かないだけど周りがこうグニャーンって変わるような感じの映像になります。はい、それではドリーズームの設定の方向について説明させていただきます。ドリズムはこう物理的な付箋を使って僕はやっています。まず、強調したい対象っていうのを決めます。そしたら、モニターの方にですね、付箋の方を貼っていきます。で、対象の輪郭にこう付箋の方を貼ります。そして、対象の大きさが変わらないように視点の方を追加を行っていきます。はい、視点を追加して左上のですね、フォーカスレングスというところをこう変えて、付箋の大きさに、沿って対象物の大きさを変えていきますと。はい、っていう感じで視点の方を追加していくと、こういうふうにグニャーンって変わった、映像っていうのが、できるって形です。はい、という感じで、トメートドリズムというところをお話しさせていただいてるんですけど、カスタムパスの使い方というところをお話し、まあ一連の流れですね。一連の流れ、僕自身がどういうふうにやってるのかというところをお話しさせていただきます。はい、まずはですね、こういうふうに全体の方を見渡していきます。で、どういうふうな視点がいいかなっていうところをこう決めていきます。そしたら、まず、ドリーズームを最初入れようかなっていうふうに考えています。感じでドリーズームの方を入れましたと。はい、次にですね、ストメの方を入れていきます。で、大雑把にですね、視点の方を追加していきますと。で、最終的な調整として、僕がよく使っているのがオーバービューで、こう、ちょっとずつ、場所を変えてって感じでやったりしていますと。で、最終的な、映像としてどういうふうに出るかなっていうのを確認していますと。はい、という感じでカスタムパスっていうところを使っています。ドリズムっていうところで、フォーカスレングス使ったんですけど、また別のやり方っていうのがあったりします。まず、このオービットですね、オービットにして、こうぐるっと回るようなカメラアークをつけますと。はい、はい、次にですね、半径決めたりとか、高さ決めたりっていうのを行っていきます。で、フォーカルレングスもいじって、こう近く、していきますと。で、高さだったりとかを最終的に調整していきますと。で、実際に、映像として見ながら最終調整の方を行っていきます。またこのデュレーションっていうところで、何秒数っていうところを指定していますと。
ていう感じで、やることによってこんな感じですね。人に関してはゆっくり動いてるんですけど、背景がもうめちゃめちゃ高速に動くというような感じの映像っていうのが撮ることができます。はい、という感じで、まあ、ノーマルの、人をぐるっと回った場合と、フォーカスレングスいじって、見せた場合っていうところで、こんだけ、違うような、映像っていうのが同じ 3D シーンだけど撮れるっていう形になりますと。またもう一つ、フォーカルレングスの使い方として、ありますと。はい、まずカメラの位置を決めますと。そしたら、フォーカルレングスをいじりますと。で、まあ、位置の方を最終的な、調整を行っていきます。はい、っていう感じでやってレンダリングの方を行うと、はい、こんな感じですね。3DCG っぽい、映像っていうのが撮ることができます。はい、もう一つですね、先ほどと、似ているんですけど、フォーカスレングスの使い方があります。まずカメラ位置の方を設定していきます。そして、フォーカスレングスの方をいじっていきます。で、もう一つ、カメラの位置を追加していきます。で、位置を調整して、っていう感じでやると、最初はですね、綺麗な、絵として出るんですけど、こう途中からこう 3DCG っぽい、映像っていうのができるって形ですね。最終的にレンダリングとしてこんな感じですね。はい。途中から変わるような、絵っていうのができたりっていうのができます。って感じで、フォーカルレングスをいじった場合といじってない場合って感じのが、左と右っていう風で違う映像っていうのが同じ 3D シーンで作ることができます。はい、っていう感じで、カメラ撮影だったりとかカメラワークっていうところを決めるっていうところで、これまで、人だったりドローンとかっていうところで撮影してきたものとは違うような、表現っていうのが NARF3DJS でできるっていう形になります。ということで、ね、ここからは、NARF3DJS の応用っていうところを少しお話しさせていただきます。一つ目がアーティストラジアスフィールドというものがあります。これはですね、色推定の時にスタイル画像の特徴量を入力するといったものになります。これで実際に僕自身やってみた映像っていうのがこちらになります。こういうふうに最初は、NARF でやってるんですけど、ここからある、アーティストラジオフィールドで、右下の、スタイル画像に合った、3D シーンっていうのができるというような形です。はい、はい、次はですね、ドリームフュージョンという、テキストから 3Dモデルを生成するモード手法を、実際に試したりとかしてみました。こちらですね、VR ゴーグルをかぶる猫だったりとか、パソコン猿だったりとかっていう風な感じで NARF を使った 3D モデルを生成するものだったりあったりとか、ガーシアンスプラッティングも同様にですね、テキストから 3D モデルを作るものが、出たりとかっていうのがあったりします。はい、またですね、先ほどまで、見ていただいた映像は全部その性的な、シーン映像っていうのがあったんですけど、こういうふうにですね、ハイパーナーフと呼ばれるまでは、こういうふうに動的な、動きに対してナーフができるといったものがあったりとか、同様にですね、ガウシアンスプラッティングっていうところでも同じように動的なガウシアンスプラッティングができるようになってきています。はい、こちらもですね、ダイナミック 3D ガウシアンズって言って、動的な
ガウシアンスプラッティングができたりとかっていうのがあったりします。はい、最後にですね、ナーフ本を、今年岩研ラボのナーフ好きメンバー4人とナーフ技術サポーターの片桐さん、そして岩研さんと共に、執筆させていただきました。こちらの本はですね、ナーフ学習初心者向けの本っていうのをコンセプトにしていて、これからナーフを学ぶ大学生や社会人に特におすすめの本になりますので、よかったら見ていただけたらなというふうに思っています。はい、最後にですね、誰もが魅了される作品を作りたいと思い、日々活動の方を行っています。そのためより多くの人と交流しながら NARF 3DGS の可能性を広げていきたいなというふうに思っています。もし僕と何かやりたいなというふうに思っていただける方がいたら、ご連絡いただけたらなというふうに思っています。ご清聴ありがとうございました。本セッションは終了となります。セッションの聴講ありがとうございました。本日の配信は終了となります。各セッションは2024年1月31日まで本サイトでタイムシフト配信を続けています。見逃したセッションもぜひご覧ください。